向かって右側の方にいるのが息子で、ウタっていう名前になります。で、マテナガザルは、オサルさんの中では類人猿と呼ばれる、私たち人にね、非常に近い種類のオサルさんなんですけども、他のね、類人猿、ゴリラとかチンパンジーっていうのは群れでね、暮らす動物なんですけども、テナガザルは家族で暮らす動物ですね。お父さんお母さんと子供たちっていう感じなんですけども、朝日山でもね、もともとそういう家族ね、構成だったんですけど、お父さんがね、亡くなってしまったので、今はお母さんと息子の2人暮らしということになっています。はい。で、まあ、テナガザルってね、じゃあ一言で言っても、実はね、いろんな種類がいます。ね、何々テナガザルっていうのがいっぱいいます。いっぱいいるんですけども、朝日山にいるのはそのうちの白手テナガザルっていう種類で、白手っていうのは、お母さんなんてね、こうわかりやすいですけど、手と足の先っぽ白いですよね。なので手が白いっていうことで、白手って名が出るっていう名前がついています。ぜひ覚えて帰ってください。はい。で、じゃあテナガザルのね、特徴は何でしょうかという話をするわけですけども、まあそんなことに皆さんになって名前に書いてますから、まあ手が長いっていうことなんですけど、どうして手が長いのかっていう話をちょっとだけしたいと思うんですけど、彼らはね、東南アジアの森の中に暮らしているんですけども、その時に地面をね、トコトコ歩いて移動するっていうことはね、あんまりしません。基本的には木にぶら下がって移動します。ね、どうしてそんなことするか。それは、地面より木の上の方が安全だからという生活をしています。ね、木の上の方が他の動物にね、襲われることもないですし、他の動物がいないので、そういう動き方をしています。その時に、その長い腕っていうのが、役に立つわけですよね。こう、ぶら下がった時に、遠くまで飛び移れたりとか、まあ、その移動距離がね、長くなって、早く移動できますから、その長い手をしています。なんでそんなポーズしてるの？はい。で、まあ、それはテナガザルに限った話ではなくて、動物たちの体のね、特徴っていうのは、まあ、私たち人から見たらね、変わった、形してるなっていう動物いっぱいいると思うんですよね。キリン見たってすごい首が長かったりとか、あと
体の形だけじゃなくて模様ですよね。虎だったらすごいしましま模様で、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけども、なんとなくあキリンだな虎だなって見ると思うんですけども、どうしてねそんな体つきをしているのかっていうと、それぞれちゃんとね理由がありますね。キリンだったら高いところの葉っぱ他の動物が食べれないものを食べれたり、虎だったら、草の中でこう獲物にね見つからないように保護色になるようにああいうしましま模様して、ね、マテナガザルの手のように、みんなねちゃんと理由があってそういう体つきをしているんですよね。なので、動物を見るときに、なんとなく見るんではなくてこの動物はどうしてこんな体をしているのかなとかね、考えながら見るとね、また違ったように見れて面白いんではないかなというふうに思います。で、特にテナガザルみたいにそういう結構変わったね体つきをしている動物っていうのは、わざわざこうまあそういうふうに進化してそういう体つきをしているわけですから、そのね住んでる森っていうのがすごく大事になってきますので、これからもねまあ彼らが元気に暮らすためにはそういう環境を守らなければいけないということも合わせてね、考えていただけると大変嬉しいなというふうに思います。もうないここには中華も